久保さん、まあ確かにね、天才がやったことは天才なんで、何やっても天才ですね。ただまあその考え方を自分の中に取り入れる。だからその、天才になる目的ではなく、自分がどういう目的でそれを取り入れるかによって、多分それは変わってくると思います。仮に、ジョブズがそうやってるから、そういう風にやれば天才になれると思って、それをやるんだったら、まあそれはちょっとどうなのかなっていう話なんですけど。 いや、それやっても天才になれないよっていう、ジョブズにはなれないよって話で。ただ、その、何かその、ま、そもそも何かに迷うっていうところは、なんでその迷うのかっていう話なんですよね。まあ、なんでできないのかとかね。うんなん。かそういうところを突き詰めると、そういう要点はあるなっていう話ですよね。うん。ま、ああれもこれも、あれもこれもできない。逆を言うと、天才もあれもこれもできないのに、あの、初心者の人は、あの、メルマガを10つも20つも30つも、 登録して、あれもこれも読んでできるんですかみたいなね <laughs>。天才でもできないのに、あなたは天才以上ですかみたいな <laughs>、うん。なんで、あのー、あの、天才でもあれもこれもあんまできない部分あるよと。まあ天才も人間ですからね。そう。だから、まあ一番早いのはやっぱ一点集中、凡事徹底っていうのが一番。 僕はいいんじゃないかなと思う。凡人がですよ。凡人が何かを得るためには、久保さんもその徹底的にやってなかったら、今ないですからね。久保さんも天才じゃないです。ただの麻雀店のおっさんです。ただ一点に絞ってあのやったからですよね。で、ネットビジネスがちょっと落ち着いて、じゃあ FX やろうって言って、FX に、えー、突破あの、集中してやった結果、7年ぐらいですかやった結果、今があるだろうし。でもし久保さんが、たもう1年でねあ、やっぱ FX 難しいな。 やっぱ無理だなっつって諦めてたら今はないでしょうね。なんか最初の1、2年全然3年かなんか勝てないみたいに言ってたと思うんですけど。やっぱ無理だなと。FX っつうのは天才がやるもんだなと。凡人には無理だなと思ってたら <laughs> 今ないでしょうね。い <laughs> ってらっしゃい。